赤ちゃんのお腹の中に閉じ込められちゃった。はいどうも皆さん、こんちゃいのです。ということで今回は赤ちゃんのお腹の中から脱出する脱出ゲームをやっていこうと思います。それではやっていこう。はい、ということでやっていきましょう。で、ここは何かな？これ違うな。あ、これか。巨大赤ちゃんからの脱出。含まれる要素。謎解き、アスレチック。可愛い赤ちゃんに注意。可愛い赤ちゃんが出てくるのか？ここじゃない。あ、これか。ほい。ん？なんかすげえ暗いぞ、これ。夢の中。バブーバブー、バブー。すごいイケボーだな。なんか赤ちゃんの声が聞こえるんだけど。バブー、バブー、バブー。声キモ。とりあえず、声のする方へ行ってみるか。巨大赤ちゃんからの脱出。いいですね。暗、明るくなった。目動いてんだけど、これ。めちゃくちゃでかい赤ちゃん出てきた。これは赤ちゃんじゃねえぞ。巨人だぞ。な、これ。こんにゃくゼリー。怒られるぞ、ドラえもんに。これ食うのか？食えねえじゃん、これ。おい、どうすんだよ、ここ。てかさ、これ、赤ちゃんの脳内なわけでしょ？赤ちゃん脳みそなさすぎだろ、これ。IQ0.5 くらいだな、この赤ちゃん。こっち行けない？あ？あれ？なんか、行ける。お腹が空いているようだ。これあげんの？はい。おー、いた。俺っち、お腹空いてるんですけど、何か美味しいもん持ってきてくんない？お前、体内だぞ。胃液でドロドロになったものしかねえよ。全然可愛くない。収納の中身が変わったようだ。これか？赤ちゃんの収納。緑の鍵？これかな？緑だし。はい、鍵穴。はい、入れた。おー、階段。赤ちゃん、お前、どうなってんの？おかしくね？構造的に。なんでこっち穴開いてんの？すごいな、この赤ちゃん。赤ちゃんの収納。無限。うん、ナイスだ、これ。ん？なんだ、これ。あっちまで行けってこと？無理じゃね？押すと？うわ、あれか！自分で弓当てて、ビューンって行くやつだ、これ。これ、俺、できないんだけど。あ、なんかある。あそこか。あ、これ、こういうこと？これ、俺さ、これ、戻れないんですけど。ここを、って。OK。こういうことね。先言ってくれよ、この、なんかめちゃくちゃ難しい。アスレチックかと思ったじゃん。出して、すぐ行って、もう一回出して、ほい！お、簡単よ。これ何なんかな？ドロドロに溶けたお肉とかだったらどうしよう、これ。ほい！リンゴめっちゃある。甘いリンゴ。一個だけ毒のリンゴ入れてさ、食わせようぜ。で、これをあげたらいいのかな？あ、この上の上で。これを、ここにあげる。なかなかうまいじゃん。でも、こんだけで足りるわけないっしょ。なんだこいつ。収納の中身が変わったようだ。ほんまになんやこいつ。まあ、まだ腹空いてんの？まあ、でかいからな。オレンジの鍵。こっちかな？できました。もうサクサク終わらせるよ、俺は。1,2,3,4,5,6,7,8,9,0。は？これなんだ。望遠鏡。どういうこと？なんもなくね？ん？あ、金床にボタン。はい。めっちゃ経験値あるけど、これ。コード記入。コード！なるほど。何がなるほどだよ。わかんねえよ。ここに矢印あるから、なんか、何かしらするんだろうな。これでパンツの中身を覗くとか。もしかして、あの子のパンツの色が書いてるとかじゃねえのこれ。数字1ミリも関係なくして。てかこれどっから脱出すんの？やっぱケツの穴探してさ、うんことしてブリッと出す方が楽なんじゃないの？ちょっと俺の住所入れてみました。これで、アクセスない？ちょっと、このコード投入口に、うちのガチの住所入れてみますね。違うか。これちょっと俺の住所じゃねえな。ただただしょうもないボケを俺はかましていくよ。ヒントがね、ヒントがないんだよな。なんか歩くね。あったあれだあれだあれだと矢印から、あ、なるほど、この順にオレンジの、ん？なんだ？違えな、多分。え、どういうこと？原木の数を出せばいいのか、これ。
4868? ちげえじゃん。ヒントくれよ。わかった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 。これあれだ。この電卓があるじゃん。このオレンジのブロックあるじゃん。こっから見ると、電卓とオレンジがリンクしてるんだ。なるほど、わかった。だから、こう見た時に電卓とこのオレンジのブロックの位置関係を考えて、ここが0として考えると、フォークの場所が9。頭皮の場所が、プラスと白樺の場所が5。アカシアの場所が1。9たす51かな。9たす51って何本だ ?5 万くらいか。まあ、60ですね。60。これ、来たべ。ほい！来た！よっしゃ、やったぜ。なんだこれ？クッキー？俺、20分くらい頑張って考えてクッキーなの？いや、そんなこと言われたって。よっしゃ、これでもう一個アイテムもらえるんじゃない？うまいんだけど、まだまだ全然足りないって。そんな目で見るな。太ってないわ。うるせえ。お前、俺が20分も頑張ってやってたんだぞ、お前。収納の中身が変わったようだ。お前さ、俺のこと持て遊んでない？青の鍵。ここだね、最後。最後かわかんないけど。来た！さ、最後なんだ？ん？これなんだ？メイロ。なんだ、これ。え？え、落ちたんだけど。あ、なるほど！床が、ちょっとずつ抜けていくと。その床の、なんて言うんだろう。この床を、どんな鬼畜ゲーム？こうね。で、次が、この青かな。え？これ迷路でしょ？え？迷路しながら、迷路しながら、この穴をかいくぐっていくの？ルパンでも難しいよ。え、行き止まりだ！行き止まりだ！待て。どこがゴールだ？お。あ、見えました。行きます。これノーミスね。これ押したら死にます。やばっ！何今入ってるかな？落ちて。はい、もうこれ勝ちましたね。これもう落ちないっすよ、俺。はい、うまっ。これ勝ったべ、これ。よしよしよし、これ、え？これ勝ちでしょ？あれ？あれ？これでいいんじゃないの？あ、チェストそっちになるのか。もう一周？マジで？ってことは、さっき左ルート行ったから、右ルートで攻略しないといけないと。見よう、これ。セット。見えて。ノースか。いいクイッとこれ、これいいよ。あこれで落ちたら、俺は住所さらす。です。皆さん来てね。あべ。次こっち。冷静すぎる。パスタだ。冷静パスタだ、俺は。冷静パスタに、俺はなる。あ、よしよし。ここ冷静、冷静、冷静。うまいよ。これゴール直線よ。あそこよ、ゴール。一回。よしよしよし。ああ、来た。やった。さあ、これは最高級パンプキンパイ。俺よりいいもん食ってるぜ。さあ、これ最後じゃないですか。この口内の中に入れましょうか。高級パンプキンパイを。どうだ？うまい。うますぎるぞ。おい、ほんまに赤ちゃんか。わかってるよ。この世界から出たいんだろ。また気が向いたら、うまいもん持ってきてくれや。お前、ほんまに赤ちゃんか。おー、来た。 Thank you for playing. ゲームクリア。いやー、これはね、面白かった、ほんとに。あ、制作者さんかな。ちょ、ピース。ということで、皆さんも、脱出ゲーム、プレイしてみたらいかがでしょうか。いやー、赤ちゃんのうんことしてなー。ケツの穴から出たかったなー。